はい、こんにちは。ということで今日はですね、ジャイアントさんの新モデルということになっております。入門者向けアルミロードのいっちゃんええやつということになりますね。ちょっとこれ聞いていただきたいんですけどね、先日娘たちと歩いてたんですよね。下の子が急に僕に話しかけてきて、ババババって、昔男は恥じないってあったじゃんって言い出したんですよ。急に言われたから、何の話を言い出したのかなと思って、何言ってんのって、何の話をしてんのって聞いたわけですよ。それについて説明をしようとしてた時に、その話を聞いてた横にいた上の子が、それを言うなら男は辛いよでしょって言って、ああ、それそれそれって言って、子供たち同士で話し始めたんですよ。みたいな。なんで急に小学校ぐらいの子が男は辛いような話をしようとしたのかも分かんないのに、恥じないって言ってそれを変換できる上の子ってすごくないですか。僕の感覚が鈍ってきたのか、これが若さなのか、ちょっとね、いろいろ分かんないくなりましたね。ということで入荷してくれました、ジャイアントさんのコンテントゼロです。もう本当何年待たされたのかっていう単位の入荷までに期間がかかっております。あの流行り病のせいで、いろんなね、いろんな歯車が狂っているこの臨海、特にロード関係に関してはもう本当本当もう商品入ってこなかったので、会いたかった一台です。前から注文している商品に関しては、やっとこうのんびりゆっくりゆっくりこう入ってきているっていう状況であります。今からさらに注文しようとするとまたとんでもない納期が出てきておりますが、海外の需要がだいぶ落ち着いてきたというような噂もありますので、もう少し経てばもうちょっとこう商品は需要分は入ってくるんじゃないかと。まあ何が本当で何が嘘なのかもわからないですからね。今は本当に欲しい商品はもう出会った時に、押しは押せるうちに押せ、まさに今臨海はそういう状況です。では見ていきましょう。アルミのフレームになっております。2020年モデルかな、まではアルミのフレームですね、3展開とか2展開されてたんですけれども、材料の高騰とかですね、まあいろいろあるんでしょう。今はもうアレックスグレード一つだけということになっております。ロードバイクに関してはもうこのフレームだけの展開ですよね。アルミらしいちょっとこうボコボコっとしたこう溶接の跡が見えます。ワイヤーが中を通っててこうすっきり見える。もうジャイアントのロゴもちょっと目立たなくなっている。目立つ目立たないっていうのが一番難しいんですよ。目立つ方が好きっていう人もいれば、目立たない方が好きっていう人もいる、まあ、ここが一番難しいとこなんですけども、今回は艶消し黒に合わせた黒のロゴが入っているので、まあ、目立たない感じに仕上がっております。フロントフォークはフルカーボン、サイズは4展開 XS、SM、ML というふうになってます。155cm から 190cm の方まで対応できるということになってますね。こちらは S サイズなので 165cm から 175cm の方まで対応できるということになっております。僕が絶好調の時で 176cm ぐらいなんですよね。でそうするとこれが 175cm まで、この1個上が170から 185cm までということになるんで、どっちでもいいということになるわけなんですよね。フレームサイズっていうのは基本的にここのことを言ってるんですけども、この部分もちょっと伸びてくるので、 M サイズにすればちょっと前傾姿勢になるっていう感じになります。まあ、僕なんかで言うと長距離を乗るっていうことよりも街乗りですね、もう家の周辺とかこう周り乗る方が多くなるので、そうするとちょっと前傾姿勢が多いともうきついわけですよ。腰が痛くなるわけですよ。それよりもちょっと体が起きた方がいいなって思うので、 S サイズで十分だと思うし、もしもですね、まあ、長距離走るからちょっと前傾姿勢になれないなっていう時は、このステムちょっと長いのに変えてやったりすると何センチか出すこともできますので、そういう対応の仕方もあるかなっていう考え方もあります。現物見てまたがってみて、もう自分のフィーリングが合う方でいいと思います。カラーに関しては一色ですね、このブラックのみということになっております。パーツの方を見ていくと、嬉しいことにシマノさんで固めてあります。ボトムブラケットが RS500、 ギアクランクが RS510、 50兆と
34兆の2枚、クランクの長さが XS と S で 170mm、 ML で 172.5、 ここは伸びるって感じですね。そして STI のレバー、フロントディレイラー、リアディレイラーがシマノさんの105ということになっております。まあ、レースとかちょっと本格的な乗り方をする方にとっては、まあここから105から上を買った方がいいよと言われる、その105の機械式ですね、ワイヤー引きのものが使われております。ギアが HG700、 11兆から34兆までの11枚なので 2×11 の22段切り替えということになってます。でギア比でいうと前が50兆、後ろが11兆なので最大で 4.55、 34兆と34兆ですね、なるから1対1、1回漕いだら1回回るということです。スピードも出せる、山坂にも対応できる、まあ一番いいギア比が使われてますよ。 2×11、 22段あるんで、その状況に適したギアが選びやすいということですね。ブレーキはテクトロさんの TKB178 ですね。サドルはアプローチサドル、乗り心地というよりも漕ぎ心地ですね、漕ぐことに重きを置いたサドル、ユニクリップシステムにも対応しておりますので、テールやバッグ、鍵、泥除け、まあいろんなものがすっきりつけれるということになってます。街乗りと併用という方も多いと思いますので、こういった装備がついているっていうのは嬉しいですね。シートポストはディフューズ、丸いシートポストそうではなく、ちょっと D の形、ここが平らになってますので、ショック吸収性が良くなりますよ。しかも素材がカーボンですね。アルミとカーボンでは全然重さが変わってくるので、漕いだ時にカーボンだともう本当に自転車漕ぎやすいんですよね。入門者向けの自転車とか買って、まず何からパワーアップさせた方がいいですかとかいう話になった時に、こういうところとかなんとかいじり出すと結構なお金がかかってくるんですけど、その中でもシートポストまだまだ安価で効果が出る部分でもあるので、カーボンに変えるといいですよとかいう話はするんですよ。ジャイアントさんの商品だとこれディフューズで、こう丸いシートポストがはまらない分、カーボンのシートポスト意外とするので、ここが最初からカーボンになってくれてるっていうのは意外と嬉しいです。ハンドルバーの幅が XS と S で 400mm、 ML で 420mm、 ステムは 80、90、100、 まあサイズに合わせて、体格に合わせてハンドルの幅とかこうね、前傾姿勢になるならないっていうのが調整してあるということになっております。アルミのホイール PR2、 ジャイアントさんオリジナルのものが使われております。前が16本、後ろが24本のステンレスのスポークが使われてて、チューブレスレディに対応してます。最初はですね、タイヤ中にチューブが入っているんですけれども、もしもね、もっと軽く走りたいということであれば、チューブ取っ払って、リムテープして対応のタイヤつけてやって、シーラントとかですね、まあ、お薬を入れてやってやると、リム周りめっちゃ軽くなって走りやすくなる、それに対応したリムということになってるんですよ。めっちゃこれ嬉しいですよね。タイヤは SR3 の AC オールコンディション、ちょっと溝の入った雨の日でも走り出すイエスよっていうタイヤ、 700×25C ロードらしい細いタイヤが使われております。 28C もうちょっと大きなタイヤにしたいなっていうのにも対応できるフレームということになっております。以上のように見てきました。コンテントゼロ、価格が19万8000円ということで、まあ入門者向けというには結構な価格ですね。どちらかというとプロ向けのいっちゃ安いやつみたいな位置になるのかなっていう気がします。105の機械式というのがどうなんだろうって思われる方もいると思います。というのも今島野さんもね、電動のものに変わってきているので、105も先日電動のやつが出ました、 DI2 出ましたよね。まあそういう中でこの機械式立ち位置が、ね、目の肥えた方も見ていただくぐらいの車種になってきてますんで、どう説明していいのか。20万前後で今買うんだったらこの装備じゃないかなっていうふうには思います。で、まあ、この下のコンテンド1と0はどういう風に違うのかっていう部分で言うと、金額が19万8000円と15万4000円で約4万円ぐらいかな、ちょっと違うのと、メカがこちら 105 2×11
コンテンド1は 2×9 空ですね、18段切り替えということになっております。で段数は 2×11 の22と 2×9 の18って、ね、結構違うんですけれども、50兆と34兆を最小が11最大が34っていうことで、最大と最小のギア比については一緒ということになります。シートポスト、こちらはカーボンでした。コンテンド1はアルミです。感覚感がね違うんで、カーボンっていうのはいいです。クランクの長さがちょっとサイズによって違ってきます。とブレーキが、コンテンド1はこれの1個下という感じになるかと思います。ホイールはチューブレスレディに対応したものか対応してないものか。タイヤがこちらは 25C でした。コンテンド1については 28C、 ちょっと太いやつが使われております。このような違いと同じところですねあります。先日もですね、あの修理持ってきてもらった方がいて、十数年前の、ね、自転車だから修理であんまりお金かかるなら買い替えようかなみたいな感じでこう持ってこられたんですよ。それがジャイアントさんのやつだったんですよね。見た瞬間分かりました。もうねめっちゃ優しそうな方なんですよ。でその人がジャイアントを持ってくるわけですよ。ワイヤー関係とか、ね、そういう消耗品関係変えてあげたら乗れるんですよ。もうジャイアントさんの商品だと、あのパーツ関係はもうシマノさんついてるからね、もちろんホイールもね、ジャイアントさんのホイール、ね、10年ぐらいだったらなんか普通にこう綺麗に回って、数値にね表しにくいもの、しっかりジャイアントさんいいの使ってあります。長くよく愛していただけると思いますので、ちょっとねいい感じのロードバイク探してるっていう方はぜひ候補に入れていただきたい一台だというふうに思っております。